信代のと母元君の白地蔵と母元君あるいは、とばあもとは、中国の民族宗教と道教における女神である。その名前は、北斗七世の母を意味する。延命を司る女神であり、俗にと母娘娘と呼ばれる。彼女は、天皇とも損傷し、魔祖の一側面として扱われた。彼女の別号は、道の母と天の母がある。 あらゆる湘南を除き、利益を付与する女神であり、その神明であると母から猛火が割れるように、北斗信仰と集合し、北斗七世の母と信じられている。と母元君の単身は、陰歴の六月二十日と言われる。彼女は、原始天孫の女性的化身である。中国名初期の道知火である、霊法領教祭度金書においては、大乗原始天孫は昼に、先天の日の木で、 玉皇大帝を加勢し、夜に、先天の影の木でと母元くんを加勢した。文中に、彼女の称号、四び元霊迫玉亀代九霊、王の耐えや高近神万貴祖母元くんが出されている。同郷の文献、極星無常霊法自然北斗本省神業においては、昔、竜巻に一人の国王、周五がいたが、彼の日である、思考夫人には、 早くから成功を産んで天地を補佐するという対岸を持っていた。ある春の日、金の蓮華の先満ちた玉地のあぜで裸で、沐浴していたところ、突然に不思議な感覚を覚え、やがて9つの蓮華から9人の子供を産んだ。最初に生まれた2人の子供が、天皇大帝、守備大帝となり、残りの7人が北斗7世になったのだという。思考不尽に、 国と旧心聖徳、天皇という称号が付与されたり、そのため、彼女は、天帝の妻であり、母でもあることになった。同教の文献、大乗元礼と母体制元くん本命の別誠信行においては、と母元君に、旧令王の大白玉亀代や黄金誠祖母元君という称号を与え、しばしば生年を司る誠王母と混同される。または、 中天本義と母元君、四思考名鉄時形大操元気最近、誠聖徳天尊、応援万月光王、東火寺、救い光君転移体制という称号もある。中天宝覚を収めると母元君は、究極海家で、目浴し、花池から湧き出る白玉亀台、神の宝座に登り、無限の光明を放つと、九つの金蓮の蕾を、活性させ、 そこから旧皇太帝を生んだ。信代の小一教同士、金書きの作とされる、盆音とか上官の大盆栓天送告げ元か序文においては、トバーは旧天雷祖で、金星によって火星し、西方の八天の中にいる。また彼女は、大白のせいであるため、金を持って水を生む、ゆえに、北斗の母である。北斗は、星星の主だから、トバーは、 星々の母である。旧天雷祖大盆栓天と母四考金村、聖徳巨孔天皇回り視点、大聖延命バーテンソンという称号を記載している。盆旗の僧王母とする説もあるが、とばも、聖王母の一側面と考えられる。同教の文献、離山老母原名信仰においては、離山老母は、とばの化身と言及され、上八道の古戦所である。文中に、 トバーの称号、旧霊、王の対中天盆儀トバー元君が出されている。また、秋代の神解消説、方針演技では、液性革命の際に、陰に加勢し、州に打たれた、金霊聖母が、教師がによって、関宮と母精神に封じられたとされている。青羊宮トバー殿の紹介用川昌生都市にある、青羊宮のトバー殿で奉納されたと母元君の、 心臓は四つの頭と八本の肘を持っており、高度の像は左側に、聖王母の像は右側にいる。周囲には、北都七聖、南都六星と南極超聖聖君の心臓が祀られている。同郷の深く教義においては、彼女は旧天元女や聖王母と同じく、不及を代表する赤子の母であり、道は人体の中心として建て祀られる。これは、 老子と皇帝の誕生と起源についての神話と関連付けられている。勝つもそれを証明している。また、人間が死んだら天上の星になると信じてきた。と母元君は少なくとも東大に仏教のマリシテンと集合し、同一視されている。マリシテンは、梵天の原初的なエネルギーの中心にある北斗七世や、道の母としても描かれている。 秋代の正党年間に編纂された、万歴賊銅像の中に収録された、千天と母相告げ、現下では、旧天来祖大盆千天、権限巨行と母思考金孫、聖徳天皇周り視天園、明道母天孫や、虚無明道重局更新本義流観天君思考金尊、孫、聖徳天皇周り視天園、明道母天孫という全名を加えることもあり、周理視天との関連が深い。 創氏においては、皇素が金軍に困っていた時、天空から豚の叫び声が聞こえた。天空を見上げると、四面八肘のトバー尊ンソンが七頭の豚を引いた車に乗って、至近虚離を伴いながら現し、皇素の災いを消してくれる。マリシテンの戦車も七頭の豚が引いていた。皮肉なことに、と母元君に捧げるどうかの教文には、 マリシテンに捧げる仏教のダラニと同じような長い呪文が使われているのだが、冒頭に八段の漢文で賛美されている。ありがとうございます。